おい、チケット式か。あれだ、やだやだ。これをどこまで運ぶんですか。埼玉県です。ちょっと今バイクのブンブン。やばいね、今帰り道なんだけど、残り231キロ。俺マジもうガソリンないから、本当にニュートラル下り、そんなやばいの。そう、マジでやばいから、これニュートラル下りでガソスタまでなんとか持たせないと。ちょっと助走ってきちゃった、ごめん。おいおい、ずるいぞお前。ちょっと追いつくわ、ちょっと追いつくわ、これさすがに。いいぞいいぞ、乗ってきてる、俺乗ってきてる。ちょっと追いつくわ。いや、それ俺も絶対やりこんだよ、そんな。いやいや、やこんだよ。いや、でもニュートラルだよ、本当に。いやいや、ずるいって。ゴロンしてるもん。ゴロンしてる。これ交通量が少ないからこそできることやな。それな。全くおらんもん。全く車おらん。明らかに元ブログとしてはありえない。エンジン音が全くしないって。それな。いや、きついきつい。あ、でもこれ超えたら勾配や。だからちゃんとね、後ろから車が来たら迷惑かからないように。おいお前絶対使ったろ。お前絶対使ったやろ。おいおい。いや、それはね、やっぱ同じタイミングでいかないと。エンジンがついてるかマジで不安になる。テナついてるか。大丈夫か。俺も60乗る。いい勝負だな、これ。めっちゃいいの。イニシャル D や。いや、でもだいぶ暖かくなってきたな。だいぶ降りてきたな。60出てんの。やば。いや、いけるいけ。俺も、俺空気抵抗食らわない作戦だから。これこそオールフリー。俺見て、俺の全く空気抵抗食らわないから。めっちゃ速い空気抵抗。俺のは空気抵抗。いや、いけるいける、これ狙いいけるわ。めっちゃ速い、これ。もうめっちゃ、これめっちゃ速いな。俺はまだ。いや、もうこれ使うしかないな。楽しかった。楽しかったな。ヴィーナスラインを全てニュートラルで下ってみました。高、ベラボーに高いや。さすが立てしな、っちゅうことで。はい、お客様層が金持ちなんやな。あ、ちゅうことでやっとガソリン入れられます。ニュートラル下りのおかげやな。だいぶ下ってきましたね。だいぶあったかくなったけど、はい、疲れたな。俺はもう全然まだいける。あ、まだいける。まだ200はいってる。誰だよ、さっき気持ち悪いとか言ってたの。ヤッターマン、ヤッターマンコーヒーライター、懐かしい。だからスイフト乗ってるやつって割と運転荒いよね。あら、バカ荒いじゃんスイフト。やば、めっちゃ煽られてるよお前。あー、おい、チケット式か。あれだ、やだやだ。これをどこまで運ぶんですか。埼玉県です。チケットしまわんと。あ、もちろん東京方面よろしく。しっかり加速車線で加速していきましょうね。加速、お願いします。おじゃりやすー、雨だー。もう雨かわしていく。シュッシュッシュッ、雨をかわしていこうとこ。シュッシュッシュッ。あー、雨あと何キロで。いや、全然まだあと175キロぐらいある。だからここでとりあえず休憩して次頑張って、うん、次の休憩の時は飯だな。そうだね。あー、ちょうどおちっちが目の前、最高。よいしょ。ってことでここで金玉休めに入ります。お願いします。やってるるわぜバラバラわぜバラバラわぜバラバラバラバイバラバイキュー。わっべっべーバラバンバー。やっとく。ラスリオムレスパイションがたまらない。疲れたー。あ、埼玉、埼玉だ。
帰ってきた我が埼玉。今日やべえな。え、クリも50キロ行く？あ、500キロ行く？あと、うん、22キロ走れば50キロ。うわぁ500キロ。俺があとね、今ちょうど400、400で家に着く頃に、470ですね。すごいロングツーリングだ。後ろから吐くからジェットキーオールで一人だけワンガンミッドライトしとるプリウスは悪魔のジェットや。あ、だいぶあったかいな。埼玉ってやっぱあったかいんやな。あったかい。別にこれ上で見えないのも多分いけるけど。うん、だいぶあったかいで。くさ、ラストスパートだね。じゃあ最後お願いしますわ。途中で俺は、今回は、前回は俺が、長かったけど。前回は俺が長かったけど、今回はクリが長いですね。そうね。それでクリの走行距離が、500。つく頃500なんだろうね。530ぐらいだろう、ぐらい、うん、バカじゃん。俺ですら470だな。マジきち。ニュートラル競争してた時の元気はもうないよあれやばかったね。あれやばかったね。テンション高すぎでしょ。高すぎ。待てこらーとか言ってな、ニュートラルで。でも多分この俺らがテンション下がってきたこのぐらいがやっと多分普通の人ぐらいなんだよ。ってことでぶちかましていこうぜ。じゃあ降ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。うん、あれ出れ。やっぱりがあるよ。あ、なるあ、なる。あ、もう出た、出た、出た。じゃあな。やばい、やばい。じゃあ、あれ、あ、料金教えてね。オッケー、じゃあね。じゃあね。はい、はい、どうも。俺も3870だ。マジ？うん。最近はついてないです。あ、ついてない、ついてないです。はい、どうも。謝罪券あった方が安くなるんですか？少し安くなる。いや、やばなるんだ。深夜帯であれば 30% です。いや、でかっ。今のお時間だと、まあ、深夜ほどの値段は安くなる。安くならないけど、まあ多少はって感じだよ。どうも、すいません、ありがとうございます。お前、相変わらずそこで用意しとるやん。え、どこにいる？お前、ちょっと見えてる。じゃあね。バイバイ。お疲れ、じゃあね。高すぎだろ、高速。クリと別れまして、友達とこう、別れた時にね、どっと疲れが来るよね。というわけでね、僕の大嫌いな裏バイパス使って帰りたいと思います。だってなんつったって俺が470キロ走ってるんですよ。俺ですら470走ってて、でクリが530キロ、自宅までの距離、まだ走ってはないけど、これから走って自宅まで530キロで、470と530日帰りでな、死ぬマジで。今までのツーリング、俺なんか、ま、だから本当に今まで本当300、400超えのツーリングはマジでなかったんだけど、この間の伊豆スカイラインツーリングで400超えるでしょ。で今回で、その400の大台をさらに超えてくるから、毎回ツーリングごとに距離更新してるんですけど、いくえ。いや、マジマジやばいやばいやばい、本当にそろそろ押さえないとマジでね。お前今何時だと思われる？朝の6時に出発してんだぞ、こっち。違う、7時か。朝の7時に出発して今10時半、22時30分。死ぬわマジで。ほんとにもう声もガスガスやし、笑いすぎて。でもね、やっぱもうツーリングいいやってなるけど、またしばらく行きたくなっちゃうだよねこれね。ちゅうことでね、帰っていきたいと思います。どうもね、ご視聴ありがとうございました。一回何回だっけ、前回が1秒間に40回でしょ。今日に関しては1秒間に、85回、射精したみたいな、そういう体力の減り方。プリ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 、すごくレッド。